通り越しちゃった。はい、どうも、マリモチです。ちょっと髪かけた。えー、では、青に水い続きやっていきたいと思います。まあ、前回、東側通路の鍵を手に入れたので、一回はまず戻ってみよう。いい、びっくりしたー、もう、もう、やだ、そういうの。青により怖い。さあ、東、東通路。とりあえず、二回行けなくなっちゃったね。 えーっと、じゃあ、これ、そのまま右行ってみようかな。うーわ。うーわ、井戸。水が溜まってるってことだけど。なんかある。うーわ。マジやだ。だって、ワン、皆さんの見させてもらったとき、これで全滅エンドみたいなのもあったもんね。やだなおっと道が通れなくなってるぞ。なんか板とか必要かな うーん、多分これ少し線が隠れて、286、6じゃないな。まあ、あ28、なんだろう。なんか0とか4とかそんな数字ないそうだけど、それと8だろうな、きっと。なんだこれ。うーん、113222322。とか、この辺。 開かない。電話ああ、でも触っても何もなんないな。開かないところにさ、ドライバー使ったらどうなんだろう。あ、ダメか。洗面台の洗… これは動かせる。動かしたところで何になるかだよね。うん、でも、三つ動かせるのあるから、なんかあるんだよな。縦横斜めで同じ数字にするとか、そんなもん無理だな、これだと。なんだろう。うーん。で、これらは多分動かせないよね。 で洗面台、行ってみようか。戦したけど水が出てこないぞ、水。おい、水。水。水が出ない。なんでじゃ。 ええと、じゃあ。違うな。ロープと、多分、バケツみたいな質問なんだろうね、きっと。やっぱりここなんだよな。剣の数がなんかヒントなんだろうな。 なんだろう。うーん。入れ替えするぐらいしか思いつかないのと、あとご利用していきそうな気がする、これ。 マジでご利用してできちゃった。マジでご利用してできちゃった。この答え何だったんだろう何だろうバケツゲットうん、とりあえずここの仕掛け、何だったのかちょっとわかる人教えてほしい。とりあえず、井戸だね。やだな、井戸。 えー、ロープの先にバケツをくりつけて、井戸から、井戸から水をすくった。水入りバケツ。そろそろ一回来てもおかしくないんだよなはい、出た。緑色。3810。3810ね。全然予想違ったね。 横で鍵の開く音がした。アイテム落ちてる。なんか嫌な予がする。拾ってみよう。夏の鶴の鍵。ほーら、来たよ、やっぱり。いや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 、あー、終わった。教会なんてどう考えたら出る場所しかないからね。よし。 とりあえずこのまま廊下のタンスまで行こう。通り越しちゃった。いやーめっちゃ普通に通り越したね今。で ナゾン2の鍵ってあそこしかもう思い浮かばんないんだよな。とりあえずその前まで行ってセし終わりにしようかねーと。どう考えたらこの先でしょう。はい、というわけで、じゃあ今回ここで終了したいと思います。この鍵が本当にそこの道だったらいいんだけど。とりあえず次回の動画で、えー、また攻略続けていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録、応援の意味を込めてポチッと押し、 いただけると嬉しいですでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう